はい。では、始めていきます。すいません。ちょっと今、始めようと思ったら、ズームが切れてしまって、というか、UEC 列が切れてしまって、ちょっと、うまくいかなかったのですが、二三歳的な基礎論の5回目の授業ですね、を始めていきます。で、今日はですね、まあ、メインテーマは、この整数計画モデリングって話を、今日から3回行っていこうと思うんですけども、まあ、ちょっと例によってというか、前回残っている部分があるので、そこからまずやっていくということになります。で、前回何をやっていたかというと、ですね、線形計画緩和という話を始めていました。で、それをですね、実際、整数計画問題を考えるときに、まあ、使っていくんですけども、まあ、それがどんなものだったかってことを、まずちょっと復習しながら、新しいところ、前回の残りをやっていこうと思います。はい。で、ですね、まず、まあ、その線形計画緩和は、どういうことだったかっていうと、こういうですね、整数計画問題があるときに、この整数制約と呼ばれているもの、この変数が整数の値を取りますよという部分ですね。それを、まあ、なくして作ったものですね。まあ、それはその線形計画問題になるんですけども、まあ、これが元の整数計画問題の線形計画緩和と呼ばれる問題でありと同時に、まあ、その操作のことを、まあ、緩和というふうに言ったりします。緩和すると言ったりします。はい。まあ、一般的に書くと、まあ、こういう左のような整数計画問題ありまして、そこのこの変数が整数値でなくてはいけないという部分がなくなったものが、その元の問題の線形計画緩和と呼ばれるということでした。はい。でですね、まあ、これいろいろと性質があるという話はあったんですけども、一つの重要な性質というか、初めに挙げていたのは、この元々の整数計画問題の許容領域というのは、その線形計画緩和の許容領域に含まれます。ということでした。まあ、これは、まあ、この図のイメージを持っていただければよくって、この整数計画問題の方はこのがポツポツとバラバラになっているような許容領域を持っているんですけども、その線形計画緩和というのはそれを含むような、まあ、トツタベン集合というのが許容領域になっているということでした。はい。で、このことからですね、まあ、いろんなことがわかるんですけども、まあ、前回言ったかな？言ってなかったかもしれません。知りません。ここからが、今日の内容になりますね。この性質を使ってですね、いろんなことがわかります。で、一つ目。まあ、その性質の K と言ってますけど、これは赤く書いてるんで、ちょっとまあ重要かなっていうふうに思います。これ最小化問題の場合ですけども、この元々の整数計画問題 P と、その線形計画緩和 R に共に最適解が存在するならば、最適解存在するので最適値っていうのも値として存在するんですが、この P の最適値と R の最適値を比べると、R の最適値が P の最適値以下になります。という形になります。で、これはですね、まあ、下のイメージ図を見ていただければいいんですけども、まあ、右がもとも、あ、左がもともとの P という問題、整数計画問題で、右側がその線形計画緩和問題だと思ってください。で、その時に、例えばこの上向きのですね、この青い矢印、この方向に進めば進むほど、目的関数値が小さくなるというふうな目的関数があると思ってください。で、そうするとですね、これ目的、最適解この場合、存在して、P の場合、この赤い点ですね。これが最適解になりまして、R の方は、この、トツタベン集合の角、頂点になるわけです。で、そうすると、ですね、目的関数値を比べると、だからこの、その、まあ、この X2 という座標の値ですね、が目的関数値なんですけども、これ P のところの、値と R のところのその X2 最適値をですね、比べると、まあ、右の方が小さい。上に行けばイコール小さいですから、目的関数じゃない。だから、この、R の方の最適値の方が小さい。この場合はですね。っていう形になると。で、これはなんでかというと、この許容領域の間に包含関係があるからです。何を言ってるかというと、この、P の最適解というのは、この R においては、許容解になるわけです。なぜかというと、P の最適解というのは、P の許容解でもありまして、で、許容解っていうことは、この許容領域の、要素になってるわけです。で、それは、この上の性質から R 線形計画緩和の許容解でもあるわけです。で、今、この R の方には最適解あるって言ってるわけだから、その今取ってきた、この P の最適解という R の許容解と、R の最適解の目的関数値を比べれば、R の最適解の目的関数値、つまり R の最適値というのは、特にこの P の最適解という R の許容解の目的関数値、つまり P の最適値以下になるという形になるわけです。だからこれはですね、この許容領域の包含関係だけから出てくる、性質です。で、今ですね、これはこの最小化問題の場合というふうに言ってるのは、まあ、何かというと、この、
不等号の向きがですね、これになっているのが最小化問題の場合に成り立つ形になっています。で、一方で、これ最大化問題の場合には、ここの、不等号の向きが逆になるとなります。で、それは同じ論法で証明できます。ので、まあ、これは、今後ちょっと、この、今日はですね、この、なんだろう、線形計画緩和の話をするときには、全部最小化問題の話で、場合で進めていきますけども、最大化問題の場合には、ここが現れる不等号を読み替えると。向きを変えれば、成り立つって形に、同じ論法で言えるということになっていきます。で、このじゃあ、初めのこの K といって、この赤い部分、これよろしいですか？いいですか？で、これはですね、この性質1というこのプロ領域の方眼関係から出てくるんですけども、まあ当たり前の性質なわけです。で、当たり前の性質なんですけども、これが非常に強力です。で、こういうですね、その当たり前のことが非常に強力っていうのは非常に重要で、ここからいろんなことが言えます。で、例えばですね、今ちょっとまあ、それ左側ちょっと抽象的に書いてますけども、整数計画問題です。で、仮にですね、今この整数計画問題ちょっと解くことはできないんだけど、最適解わかんないんだけども、なんかその許容解 X チルダーで、その目的関数では30のものがあるとしましょう。で、これがですね、最適解かどうか今わかんないわけです。で、わかんないけども、この解が最適解にどれぐらい近いのかなってことを知りたいとしましょう。まあ、そういうことよくあると思うんです。なんか、最適化問題を解こうと思っているんです。最適化欲しいんだけども、なんかその途中段階で、良さそうな解は分かっている。まあ、それ今から X 中だとしましょう。で、それがその最適解なのかどうか知りたい。あるいはその最適解にどれぐらい近いのか知りたい。ってことを考えるとしい。で、その時にですね、この線形計画緩和というのが非常に重要な役割を果たせます。で、ちょっと考えてみます。で、今この元々の P という問題の線形計画緩和を考えてみます。そんな問題ですね。で、それはですね、線形計画問題なので、まあ、解けるわけですね。解けるっていうのが、その、まあ、線数計画問題よりは簡単に解けます。で、例えば解いたとします。で、解いた時に、この R、その線形計画緩和の最適値が27だと分かったとします。上の方で言った通り、これ最小化問題なので、この R の最適値というのは、この P の最適値以下であるってことが分かってます。で、この、R の最適値が27だという情報から、この、元々のですね、この P の許容解、目的関数値30のものの良さがわかります。どういうことかというと、今ですね、この X チルダーの目的関数値と P の最適値、この差がどれぐらいなのかってことを見積もりたいと思います。でも、これはですね、P の最適値がわかんないから、これは正確にこの量をですね、見積もることができないわけですね。で、一方で、これ X プライムじゃなくて X チルダーというものが P の最適解であったとすると、ここに書いてあるこの差ですね。この差はこれ0になります。0になります。という意味で、ここの、に書いてあるこの差というのは、この X チルダーという P のを表しているような指標になっていると思っているわけですね。この量ですね。で、それをちょっと見積もりたい。だけども、P の最適値分かんないわけです。でも一方で、この R という線形計画緩和の最適値が分かってます。で、今ですね、上に書いてあるような性質がありますから、そのマイナス P の最適値をマイナス R の最適値で、置き換えると、このような不等号が得られるわけです。いいですか？この不等号の向きですね。こうなってます。で、今ですね、X チルダーの方で関数値これ30だと分かっていたら、これ30と入れます。すいません、30と入れます。で、R、の最適値はこれ27と。これ分かっている。つまりこれ30マイナス27になります。この部分に。これ3です。それこれによって、ここに書いてたこの差ですね。この X プライムじゃなくて X チルダーが P の最適値にどれぐらい近いのか、P の最適解にどれぐらい近いのか。X チルダーの目的関数値が P の最適値にどれぐらい近いのか。という量が上から3で抑えられると。そう、分かる。だからその値で言うと、この X チルダーの目的関数値っていうのは、P の最適値、こちら側の最適値に値3だけしか高々違わない。ということが、この線形計画緩和を解くことによって分かるわけですね。で、これ非常に強力なわけです。我々はこの線形計画緩和を解かなければ、解いていなかった状況で、この30という目的関数値を持つ X チルダーというものだけを持っているだけだとすると、それが最適値にどれぐらい近い目的関数値を持つ許容解なのかということは分からなかったわけです。けども、この線形計画緩和、解ければ、で、大体の場合解けます。で、解けると、それによって、この近さっていうのが分かるということになります。で、これによって、
その X チルダーという目的関数値30の利用解がどれぐらい良いものなのかということが評価できるようになったわけです。いいですか？だから皆さんも例えばなんか最適化問題解きたいと思ってなんか解が出てきた。でもいいかどうかわかんない。でそれを評価するというときに、その目的でこういう線形系やったのを使えるということになるわけです。で、これは非常に強力な方法論。で、一方で今は、その30と27っていう間に、このギャップがあった、差に違いがあったので、これ良さというのがこの、まあ、量で評価できるんだけども、そこの、ことがですね、例えば、今、別の問題があって、別の問題に対して、なんか、許容解として、目的関数値41のものが、なんか見つかったとしましょう。で、これに対しても同じように、線形計画緩和を作って解いてみましょうということをしてみます。で、解いたら、なんか偶然、その、線形計画緩和の最適値が41だったとしましょう。で、つまりこれ41っていうのは、この左側の P の目的関数値、P における X チルダーの目的関数値と同じものが、この R の最適値として出てきたとします。で、そうすると、同じ計算をすると何が言えるかっていうと、ここの、今さっき言っていた、この X チルダーの、良さというのが上から0で抑えられることになります。で、ここから何が分かるかというと、実は、X チルダーというのは、P の最適解だというのが分かります。なぜかというと、ここから X チルダーの目的関数値と P の最適値が一致しますから。これ、書いてあるかな？そうですね。まあ、この、不等式は、その上から0で抑えられるとしか言ってないかもしれませんけども、X チルダーの目的関数値が P の最適値よりも小さくなることはあり得ませんから、それが0、この差が0以下であるってことは、取りも直さず、これイコール0であるってことを意味しています。ので、この X チルダーというのは実は、この P の最適解と同じである。同じだって言い方がいいですかね。X チルダーは P の最適解である。ってことが、この線形計画緩和を解いたときに、その最適値が今持っている解の目的関数値と同じであれば、その時点で言えます。で、これもすごく強力なわけです。P をどう解いたらいいかよくわかんないという今状況があります。で、それを解くために、仮にこの線形計画緩和を解いてみて、その最適値が今手元にある解の目的関数値と一致していれば、その時点でもう今この手元にある解が最適解だとわかります。で、これは非常に強力なわけです。なぜかというと、本来我々はその P の方を解きたかったんだけども、その代わりに R を解くことによって P が解けたわけです。で、線形計画問題は難しい問題だって今言ってるわけですけども、で、線形計画緩和、線形計画問題の方は解き方分かってる問題なわけです。だから解き方分かんない問題を解くために、解き方分かってる問題を解いて、偶然、今持っている手持ちの解の目的関数値と線形計画緩和の最適解が一致したら、その時点で今手持ちの解が最適解だと分かるっていう仕組みがあります。で、これが非常に強力で、これを今後使っていくことになります。ただ我々はこの P と来たいんだけども、その代わりに、まあ、どちらかというとこの線形計画緩和、こっちを解くってことを今後やっていくことが多いです。で、まあ、もちろんですね、この R の最適値がですね、この今手持ちの解の目的関数値と一致するっていうのは、これ非常に強い幸運であって、そんなことがですね、簡単に起こるわけは実はないんですけども、それが起こらないときにどうするのかってことを考えていくってことが、まあ、今後の話の流れになります。ここまでいいでしょうか。という感じで、この線形計画緩和は非常に強力であると思います。あ、強力ってその、道具として非常に使えるものなんです。で、今言ったことを、ちょっと、ちゃんと証明してみたいと思います。ですね、P と R ともに最適解が存在して、X チルダーっていうのが P の評価だとします。で、この P における X チルダーの目的関数値と R の最適値が一致する、先ほどの状況ですね。その幸運ですね。で、その幸運が起きていれば、この X チルダーは、P の最適解であるということが一般的に言えます。で、一応まあ証明はちょっと書いてあるんですけども、これはですね、ここに書いてあることと先ほどの性質1というのを使うと割と素直に言えます。ちょっとやってきますね。これは多分重要なので。で、今ですね、P と R が最適解存在すると言っているので、XP スターというのをこの P の最適解の一つ、XR スターを R の最適解の一つとします。で、その時にここに書いてある3つの式が成り立つ。ってことが言えます。で、一つずつ見ていきます。まず、この C 点値 XP スター。これはですね、これは XP の目的関数値です。XP スターの目的関数値。
で、今これ XP スターは P の、最適解ですから、これは P の最適値。と、まあ、等しいということになります。で、それと言うと、P の最適値の方が、X チルダーの目的関数値以下ですよ、ということになります。で、これはその P の最適値の定義です。P の最適解と P の任意の境界を比べたら、最適解の目的関数値が、境界の目的関数値以下になる、ということです。ですね。で、2番目のところ、これは仮定です。この X チルダーの目的関数値と R 最適値が等しいということから、これを見るんですね。X、R スターに CP に近づけたものっていうのは、XR スターの目的関数値、つまり R の最適値です。いいですか？だから、この2番っていうのは、この仮定から出てきています。で、3番、これですね。これはですね、何かというと、P の最適値と R の最適値を比べると、R の最適値が P の最適値以下です、というような不等式です。で、これは前のページにあった性質値の K という、赤く書いていたものになります。いいですか？で、この3つを組み合わせると何が言えるかというと、次のページですけども、こんな感じになります。C 点値 XP スター、これですね。これは、1番の性質から C 点値 X シルダー以下であり、で、それは2番目の部分から C 点値 XR スター以下と同じである。で、それは3番から C 点値 XP スター以下である。とかります。で、どうぞこの1番左側の式と1番右側の式と同じですから、この部分の統合は全部統合で成り立ちます。つまり、XP スターと、の、目的関数値と、X チルダーの目的関数値、これ等しいということになります。ですかね。で、X チルダーはもともと、P の境界でしたから、これは、P の境界で最適解と同じ目的関数値を持つものですから、X チルダーは P の最適解になるということが結論として言える、ということになります。よろしいですか？だから、これは定義と仮定と今まで培った性質しか使ってないということですね。いいですか？で、この性質が、まあ、重要である。すごく、使える。で、同じようなものが、あります。で、これ何かというと、先ほど同じように P と R の最適解が存在するしか考えませんけども、その R という、線形計画緩和を解いて、その最適解が XR スターだとします。で、これがですね、偶然、整数ベクトルだとします。だから、どの成分も整数である。で、そうすると、この XR スターというのは実は P の最適解があるということが言えます。だから、先ほど言った通り、R というのは解きやすい問題なんですけども、その最適解を一つ持ってきて、その最適解の成分が全て整数であるという幸運が起きたら、その時点で、この、今、その計算した整数計画問題じゃなくて、線形計画緩和の最適解が実は元々解きたかった P の最適解であるということは言えてしまいます。だからこれもですね、非常に強力なわけです。元々解きたかったのは P の方なんですけども、R という線形計画緩和を解いて、偶然その最適解の成分が全て整数だったら、その時点で実は元々解きたかった P の最適解が得られてしまう。いう仕組みがあるわけです。で、これはですね、証明は先ほどのこの性質2というふうに言っていたものとほぼ同じです。ので、まあ、ちょっとここでは省略しますけども、省略しますね。ということで、同じようなことが言えるということになります。で、これも非常に強力です。今言った通り、R を解いて偶然、その最適解の各成分が整数だったら、その時点で解きたかったものが解いてしまう。P が解いてしまう。ってことになるわけです。で、非常に嬉しいです。で、まあ、こういう幸運が起きてほしいわけですね。実際は P を解きたいんだけども、P は解けない。でも R は解ける。線形計画緩和は解ける。で、R を解いたら偶然、すべての成分が、整数である。となると、もうその時点で解きたかったものが解けますよ。なので、こういうことが起きてほしいわけですね。でもこれもですね、なかなか起きません。で、起きないときにどうするのかっていうことを、まあ実際その、アルゴリズムを作るときには、その整数計画問題を解くときには考えていくことになって、それが、そのアルゴリズムの話、まあ、後半、この授業の後半のテーマになっていくという形になっています。よろしいでしょうか。はい。今まで挙げた、性質、赤で書いたものを まとめてます。そうですね。で、一応ですね、だから、不等号があるのは、これ一番だけですね。ここだけですね。
ここは、最小化問題のときは、この不等号の向きなんだけども、ちょっと色が悪いですかね。最小化問題のときには、この向きの不等号なんですけども、最大化問題のときには、逆向きになるということですね。で、性質2、3っていうのはありますけども、これはまあ、不等号が出てきてないので、この最大化問題のときにも、ここに書かれているものはそのまま成り立ちます。そのまま成り立ちます。というふうな形で、考えてください。よろしいでしょうか。はい。ではですね、最後に、前回やりのとこさの最後で、整数計画モデリングの良さのに対する一行をします。まあ、一行ってこれ、試験です。私の考えです。だからこれ私の考えなので、この考え方に、が広く、皆様と、共有できるかどうかは、また別問題なのですし、このような考え方が広くこの分野で、理解されているか、あるいは、共有されているか、同意されているかということは、また別問題ではあるんですけども、まあ一応、ちょっとこの授業を進めていく上で、こういう見方でやっていきますよっていうことを考えたいということになります。で、もともとやりたかったのは、まあいろんな特定問題があって、それを整数計画問題として書きましょう、モデリングしましょう、ということをしています。で、まあ、どういうふうにこの整数計画問題を作るといいんでしょうって話を、まあ、今後していくんですけども、まあ、試験ですけども、この良い整数計画問題としてのモデル化、モデリングっていうのは、その出来上がった整数計画問題が、まあ、とにかくというか、まずは、その短い時間で解くことができる。早く解くことができる。ってことがまず重要です。まあ、そうでないと何も言えない。だ本来はその解いた結果を使っていろいろ解析をするとか、意思決定をするとかっていうことをしたいんですけども、そもそも解けないとそういうこともできないので、まずは解きたい。ということになります。で、短い時間で解くことができるようなモデルがいいんだっていうふうに言いたいんだけども、そうするとですね、このいいモデルっていうのは、アルゴリズムに依存することになります。だから本来は、アルゴリズムを持ってきて、そのアルゴリズムにとっていい整数計画モデルとは何でしょうとかっていうような言い方になるんですけども、それはですね、まだこのアルゴリズムの説明を何もしていないので、何も言えませんし、その良いアルゴリズム、この整数計画問題とか整数計画法の研究とかですね、開発が進んでいくと変わる可能性があります。で、実際ですね、これ変わってたりします。で、まあ、そういうこともあるので、あんまりその断定的にですね、これが良いモデルであるとかっていうことを言うことは難しいんですけども、まあ、一応ですね、まあ、おそらく、まあ、今後、10年、20年、30年ぐらいは変わらないだろうと思われるちょっと基準を一応挙げたいと思います。で、一つはですね、まずこういうふうに整数計画問題を作るわけですけども、まあ、変数の数とか制約の数が小さいものの方がいいでしょうというふうに思うわけです。なんでかというと、それらはですね、この整数計画問題の、この問題としてのこの規模を表している。で、規模が大きければ大きいほど、問題を解くために費やされる時間が大きくなるっていうのは、それは、まあ、大体どんなアルゴリズムもそういうような性質を持つものなので、規模は小さい方がいいでしょう。というふうに考えるということになります。で、まあ、変数の数は、まあ、この書き方におけおいては、変数の数 N になります。で、制約の数っていうのは、まあ、どれをもって制約と呼ぶのかは難しいかもしれませんけども、例えば、まあ、この、等式標準形の場合には、AX イコール B という等式がいくつあるか。っていうものを制約の数だと思うと、それは M になる。だからこの A という行列の、行の数ですね。あるいはその B というベクトルの成分の数。というのが、まあ、この制約の数を表していて、まあ、こういうものが小さい方がいいでしょう。その方が問題の規模が小さいから、まあ、アルゴリズム、プログラムで解くときにも早く解けるんじゃないかっていうふうに思うという、まあ、基準があるというふうに思ってください。だからまあ、そういうふうなものが、こういうその N とか M っていうのが小さくなるような、整数計画モデルがいいんじゃないかっていうふうな一つ判断材料があるというふうに思ってください。はい。で、もう一つですね。それがですね、今やっていた、線形計画緩和に関係する性質です。で、何かというと、まあ、これまずイメージ図です。左の図のようなですね、形で表される、許容集合を持っている整数計画モデルがあるとします。で、それ、線形計画緩和すると、まあ、右のような、あれですね。突出多面集合を許容集合とする、許容集合とするような線形計画問題が得られるというふうに、まあ、思っているわけです。で、先ほど言った通り、左側の集合というのは右側の集合に含まれる。まあ、こういう形になっているわけです。で、それでですね、一方でですね、この、じゃこの、左側のですね、点集合だと取っていきましょう。
まあ、これ、こう、点集合が、この整数計画問題の許容集合、許容領域になっているわけです。で、これは、今、有限その点の集合なので、前回か前々回かやった内容を思い出すと、この点の集合の突法というのが取れます。突法というのは、そんな感じですね。こんな感じ。説明になってませんけども、突結合全体の集合です。で、これは本来、中が埋まっていると思ってください。で、前回かな、ミンコフスキー Y の定理というのをご紹介したんですけども、この突結合全体の集合というのは、実は突多元集合であるということを言いました。だから、まあ、この場合はですね、二次元なので、突多角形になってますけども、これはですね、1、2、3、4、5、6個の辺を持つ、突多角形になってますが、これは、この各辺に対応する、なんか直線をですね、ザーッと伸ばして、それから作られる不等式を考えることによって、まあ、こういうような形の、6個の半底面ですね。半底面、低半底面の共通部分として、この凸結合全体という凸多面集合が表現できるというふうになります。で、これは何を言っているかというと、この部分だけ見てみて、じゃあ、ここでできたこの6個の、制約というか、この直線だけからなる部分を取ってくると、これはですね、この左の、形でかけている、その凸多面集合、この部分ですね。凸多面集合と、の中の整数点を、まあ、これ左側は取ってくるんだけども、その整数制約を外すと、この凸多面集合が得られるという形になります。だこれは別の言い方すると、まあ、左の問題を線形計画緩和すると、右の問題が得られる。こういう形になっているというふうに思ってほしいわけです。で、重要なのは何かっていうと、今ですね、そのような変換をしたんです。今これ、上の問題、整数計画問題では、4つ、その、だから制約があって、その中の、この凸多面集合の中の整数点を取ってきているって形で、左上は書いてるんですけども、右側は、その、整数点の集合を別の形で表現するという形になります。で、そこからも、まあ、同じように線形結果も得られます。で、何がポイントかというと、二つあって、一つは、何かというと、今ですね、まあ、例えばこの上に行けば行くほど、目的価値が小さくなる。っていうような、線形計画問題とか、整数計画緩和を考えているとすると、上の方の問題の、組み合わせ、対を見てみると、左側のもともと解きたかった整数計画問題と、右側の線形計画緩和の最適値を比べると、右の方が小さい形になっています。だから先ほどの言い方で言うと、そのギャップがあるような言い方、問題になっています。で、一方で、右側、下の方はですね、この、目的関数というか、整数計画問題の最適解があるんですけども、その整数計画緩和、線形計画緩和を解くと、そこで得られる最適解というのが、この元々の問題の最適解と一致してます。何を言ってるかというと、整数計画問題は言った線形計画問題なんです。戻りますと、今ですね、この整数計画問題っていうのは、このような点集合の中で目的関数値が一番小さくなるものを見つけたいっていう問題になってるわけです。で、有限との点の集合を表現する方法っていうのはたくさんあるわけです。で、それは上のように4つの不等式で囲まれている、下に書いてあるように、6つの不等式で囲まれている凸多面集合の中の整数点の集合とも見えるわけです。で、見方によって、この線形計画緩和が変わってくるわけです。で、変わってきて、下のような線形計画緩和を作ると、先ほど言っていたようなその幸運が起こるわけです。幸運が起こって、この線形計画緩和を解くだけで、元々の解きたかった整数計画緩和が解けるという形になるわけです。で、これは嬉しいわけです。先ほど言っていた通り。で、こういうふうに嬉しいような、形になるような、線形計画問題として書けると、そもそもですね、嬉しいわけです。だからそれは何か申し上げますと、同じ点集合、有限の点集合なんだけど、それを表現する方法はたくさんあるわけです。いくつもあります。で、どういうのがいいかというと、この視点で言うと、このように、線形計画緩和
において幸運が起こる。と一番嬉しい。幸運って言ってるのは、その最適解が元々来たかった問題の最適解に位置する。というような話になってくると、すごく嬉しいです。で、そうすると、嬉しい場合、嬉しくない場合としか言えないので、もう少し量的に評価しようとすると、こんな感じになります。で、もう少し書いてみます。今ですね、政治計画問題、こんなふうに一般的に書けるとして、その許容領域、まあ、この編集号ですね、遺産編集号のことを多いのは、この S と書くことにしましょう。で、先ほどやった操作は何かというと、この S の突合を取ります。突結合全体の集合ですね。で今ですね、まあ、ちょっとこれ、これはサイドリマークで、まあ、S が無限集合の時には、突合を本当に取れるのかとかっていうちょっと話があるので、ちょっと注意が必要ですけども、今はちょっとこの S というのは有限集合と仮定します。で、そうするとこんな形でちゃんと突合が作れます。で、突合は、先ほど言った通り、ミンゴースキー Y の定義を使うと、これは実は突破面集合であるというふうに分かっているということになります。だから、これは、なんかこんな形の、なんか、線形計画問題っていうのを考えられて、これ今これ P プライムと言ってますけども、このコンブ S と書いてあるのはこの突法です。突法です。で、これは、突破面集合ですから、まあ、こういうふうに書いてますけども、これが線形計画問題だということは分かるということになります。で、この線形計画問題 P プライムっていうものの性質で、性質はですね、先ほど言った通り、非常にいいもの。幸運が起きるような、線形計画問題になっているということになるわけです。で、実際に、言えるのは何かというと、この P プライムを解いたときに、その、最適解が、どの成分も整数である。だったら、先ほどの議論から、この P プライムというのは、この P の、そもそもまず、線形計画緩和です。ある意味で。ある意味っていうのは、この、整数制約をなくすという形で作った整数計画緩和では、線形計画緩和ではないんだけども、この P プライムを解くことで P が解けるという性質を持っているわけです。で、どんなことかっていうと、この P プライムの最適解が全ての成分で整数値を取る。まあ、それぞれ整数最適解っていうことにしましょう。であるんだと、その、整数化最適解っていうのは元の P の方の問題の最適解になります。で、逆に、この P の最適解を持ってくると、それは、この、この P プライムっていう、この右の方の問題の最適解になっているということが言えるということです。で、それはですね、その、線形計画問題においては、必ずその端のところで最適解が達成されるっていう話があったので、その、観点最適解っていうのがあるって話がありましたけども、まあ、その話を使うと、もう少しちゃんと証明できるんですけども、まあ、ここでは雰囲気だけでお伝えしています。でも、まあ、これが入れる形になります。だから、どういうことかっていうと、こういうですね、その S という、その P の許容領域の突法というものを取って作る線形計画問題というのは、まあ、こういうそのいい性質を持っているものなので、こういうようないい性質を持つ線形計画緩和が、もともとの P の方で作れていると嬉しいということになります。もうちょっとあまり通じないですかね。ちょっと気持ちが今通じないかもしれませんけど、そういうような気持ちです。で、そういうようにしたい。通じますかね。だから、ここに書いてるこのコンブ S というものと、ここの整数制約のない、線形不等式系から得られているトスパミン集合っていうのが一致している、あるいは近いと嬉しいと思います。わかりますかね。ちょっと。あんまりちゃんと通じてない気がするんですけど、すいません。ちょっと、いけませんね。いいでしょうか。いけませんねと言っておいていいでしょうかということで、なんかごまかそうとしてるんですけど、ね、いけませんね。はい。で、いや実際に、まあ、先ほどのこの二つのですね、話、この線形計画緩和を、今ちょっと色変えて書いてますけども、この二つの、突破面集合でなると、どういう関係があるかというと、これ重ねて書くとこんな感じになってます。こんな感じになります。下の方の、この突破面集合の方が、まあ、上の突破面集合、今、すっぽりと含まれている形になっています。で、まあ、気分としては、この、線形計画緩和を行うんですけども、そこで得られる、この突破面集合が、小さければ小さいほどいいというイメージです。で、小さければ小さいほど、この、元々の整数計画問題の許容集合の突法に近い、許容領域を持つ
線形計画緩和が得られているというふうに思うわけです。で、そうなってればなっているほど、先ほど言ってた幸運が起きやすい、あるいはその、予算の評価が良くなる。今持っている協会の評価が良くなるということになって嬉しいということになる。というふうに思って、まあ、その許容領域が小さくなるような、線形計画緩和を持つモデルの方が整数計画モデルとして優れているというふうに思いましょうという、まあ、基準があります。ということで、それを、この判断材料とします。何かというと、整数計画問題が同じ許容領域を持つならば、その線形計画緩和の許容領域が小さい方が良いというふうに思いましょうということになります。で、まあ、これも、今後、使っていく基準になる。だから、これは気分としては、この線形計画緩和の許容量が小さい方が、先ほど言っていた、幸運が起きやすいでしょうというふうな気持ちにもなるということですね。だから、まあ、そういうものを目指しているということになるというのが、二つ目の、その判断材料。判断材料、まとめがあるかな。まとめないですね。まとめない。初めに言った材料1というのは、問題の規模が小さい。だから変数の数とか、制約の数が小さい。で、二つ目は、線形計画緩和の許容量が小さい。ということになります。で、まあ、この二つの視点を、今後、見ていくということになります。まあ、一応ですね、他にもですね、まあ、ここにちょっと書いてるんですけども、この A とか B とか C っていう、ここにその与えられているデータのですね、性質とかっていうのも、もしかしたら、そのアルゴリズムの速さに影響を及ぼすかもしれませんし、対称性、ちょっとこれちゃんと言いませんけども、対称性っていうのが、整数計画モデルの影響に、予算に影響を与える可能性もあったりします。で、実際与えるんですが、ちょっとここら辺は、ちょっとこの講義では扱えない、ちょっと、なんだろう、上級トピックなので、まあ、そういうものがありますよって言ったら、ここで述べておいて、おきます。述べておきます。はい。という形で、一応、前回残った部分の話は終わりになります。で、今日の残りの部分は、このナップサック問題と最大独立集合問題に対して実際この整数計画モデルを作ってみましょうという話をしていこうと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい。じゃあちょっと切りがいいので、すいません。じゃあ、残りの時間は、整数計画モデルの話をしていきますけども、じゃあちょっとここで、今日はちょっといつもより10分早いかもしれませんが、休憩したいと思います。じゃあ3分間、ここで休憩をします。はい、じゃあ3分間休憩します。あれ、問題発生しちゃった。あれ、できません。ちょっと待って。どういうことでしょう。これ、困りました。もう一度。ダメですね。すいません。じゃあ、3分測れない。3分経ったら、今ですね。19分ぐらいなので、だから22分ぐらいに解説する形にしたいと思います。よろしくお願いします。今ちょっと手元でインターネット接続が不安定ですっていうふうに出ましたので、大丈夫。じゃあ、22分から再開します。はい。
はい。じゃあもうそろそろ再開したいと思います。よろしいでしょうか。はい。では、再開しますね。ですね。今日やりたいのは、この整数計画モデリングを実際に行っていくという話で、組み合わせ最適化問題をいくつか扱いたいんですけども、初回で扱ったそのナップサック問題と、最大独立集合問題を、主に扱うという形、主でその2つを扱うという形でやっていきます。はい。で、先ほど言った通り、その解きたい問題を、この整数計画問題としてこう表現することを、モデリング、整数計画モデリングというふうに、ここでは呼んでると思ってください。この4つのトピック全部できるかどうかわかりませんけども、まずやりたいのは、このナップサック問題と最大独立集合問題の整数計画モデルを、1つ紹介します。で、1つだけではなくて、別のモデルっていうのも紹介したいと思うと。で、例えばその最大独立集合問題、何だったかってことは復習しますけども、その整数計画モデルを2つ紹介して、その比較をする。で、ナップサック問題についても、2つモデルを紹介して、その比較をするってことをしてみたいというふうに思います。はい。では、ナップサック問題何だったかってことと、その整数計画モデルをやっていきましょう。はい。こういう問題でしたっていうのが、初回に、紹介したもので、この場合、4つの商品がありまして、その各商品には、収入と重さっていうのが決まってると。で、やりたいのは、ナップサックを持ってるんだけども、その中にこの商品を入れて、できるだけその持って帰る商品の収入の輪を、総収入を大きくしたいと。ただし、そのナップサックには重量制限があって、この重量制限を超えるように商品を持ち帰ることはできないということになります。ということでした。で、例えば、ここではですね、この4っていう、この重量制限を今幅で表しているんですけども、で、各アイテム、商品ですね、の、その、重さがこの幅で表されていて、収入がですね、この面積で表されているとします。で、ここに、そのナップサックに、この横向きにこう詰めたいと思ってください。で、実際こう詰めるとすると、この商品2度3を詰めると、最終的に、この面積の和がですね、4と1で5になるという形で、これ最大化されるという形になります。で、こういうような問題でしたと。で、これは今例なんですけども、これちょっと一般的にどういうふうな問題なのかということを今から書いていきます。で、まずその、問題というのがですね、どういうものなのかということをちゃんと書くっていうのは重要なので、それをまずやります。アイテムの集合、今は商品と言ってましたけども、今後そのアイテムと呼ぶことにします。アイテム。で、その集合、アイテムの集合、一般的にこの N 個あると思ってください。で、その、集合のことはラージ N と書くと思ってください。で、各アイテム I に対して、その収入 PI と重さ WI というのは決まっている。となります。で、それどちらも、皮膚の、実数になっていると思ってください。で、ナップサックの重量制限、先ほど4って言ってましたけども、それは今後このラージ B で書くというふうにします。数値を大文字で書くのはあんまりよろしくないかもしれませんけども、こういうふうにします。はい。で、これは入力です。で、これは与えられます。で、与えられたときに、最適化問題においては、その制約が何であって、何を最大化、あるいは最小化したいのかということをちゃんと言うというのが重要です。で、許容解、だからそれ制約ですね。で、何をしたいかっていうと、アイテムを選択したいと。商品いくつかありますけど、これ選択したいと。で、ただし、選ばれたアイテムの重さの和が、ナップサックの重量制限以下でないといけない。そのように選びたいですね。で、そのように選べば良いということになります。で、そういうものの選び方の中で、目的は、選ばれたアイテムの収入の和の最大化になります。ですか。で、これがナップサック問題です。まとめますと、こんな感じですと。ですね。入力はさっき言った4つと。で、アイテムを選択したい。ただし、選ばれたアイテムの重さの和はナップサックの重量制限以下であり、選ばれたアイテムの収入の和の最大化をしたいというのが目的です。で、こんな感じでですね、その解くべき問題の定義を明確にするっていうのは、その最適化のみならず、いろんなそのアルゴリズムを考えるという上では重要です。そうでないと何をやってるかわかんなくなるからですね。こういうのはちゃんと書くと良いと思います。ただ、そのアイテムの選択とかですね、ここら辺の言葉が、本当にその、ちゃんとその形式的に書かれてるわけではないので、あんまり良くないかもしれませんけども、もっとちゃんと数学的に書こうと思えば、ここら辺書けます。ここでも、ここではそうしてないということになります。で、これを、
解きたい。そのためにナプサック問題を整数計画問題として書き表します。つまり整数計画モデルを作ります。ということを今からやっていきたい。で、整数計画問題もう一度復習すると、目的関数があって、制約があって、って形であります。で、この X は変数になっていると。だからその、何をもってその変数を考えるのかっていうことを、ちゃんとですね、考えてあげるってことが、この整数計画モデリング、整数計画モデルを考える上で重要です。で、それをやると。で、まずですね、じゃあこのナプサック問題をモデル化するときに、どういう変数を使うのかってことをまず定めます。で、これはまずじゃあこうしましょうと。各アイテム i に対して xi という変数を作りましょうと。で、その変数は0と1の値を取るということにします。整数計画問題においては、変数は整数値を取ることになるんだけども、まあ、今からやっていくのは、いわゆる01整数計画問題としてモデル化するということになります。だから、これ今考える整数計画問題は01整数計画問題になります。で、01整数計画問題は、これ前回やったと思うんですけども、普通の整数計画問題として書けるので、まあ、これで別に一般性を失わないと。まあ、それやりたいことができると。ということなので、まあ、そうしましょうと。としてと。という意味で、まあ、ここではその変数として、0と1の値を取るものだけ考えると。で、これはですね、どのように解釈するかっていうことを、まあ、ちゃんと書いておくのも重要です。XI は、今、その1か0の値を取るんだけども、1の値を取るときには、このアイテム i というものが選択されると。我々そのアイテム i をナプサックに入れるってことを決めるということにします。で、0の場合には、それは選択しない。つまり、ナプサックに入れないということにするというふうにします。例えば、先ほどの例では、まあ、その商品が1、2、3、4と。あって、2と3を入れるんだとすると、X2 と X3 は1にします。で、入れない商品1と3、アイテム1と4については、X1 は0、X も0というふうにしてあげると、この2と3だけを選んで、他選ばないというような選択が、この変数によって表現できるということになります。はい。で、このようにですね、その選択を表すために01変数を使うっていうのは、非常によく使われるテクニックです。ので、まあ、これはですね、皆さん、そういうものなんだっていうか、まあ、そういうふうにすると、非常にいろんなものが、いろんな問題が表現できるようになるので、ぜひ、そういうような考え方をまず持ってください。で、これで変数はおしまいです。で、この変数を使って、制約を表しましょう。で、制約としてあったのは、選ばれた、アイテムの重要度が、ナップサックの重量制限を超えてはいけませんということでした。で、そのような制約が、ここに書いてある一つの不等式で表現できます。で、これ何を言ってるんでしょうかということをまず言いますと、この右辺の方は、これは、ナプサックの重量制限です。これですね。あ、すみません。重量制限です。これ、ちょっと今、重量制限です。隠れてほしいんだけど、隠れないな。で、じゃこの左辺の方はどうかというと、これはですね、ここに書いてありますけども、これ選択したアイテムの重さの和です。なんでかっていうと、これはですね、この WI っていうのが、アイテム i の重さです。これですね。重さですね。で、それに XI がかかってます。いいですか。で、XI というのはさっき言った通り、これが、XI1 だったら、i というアイテムは選ばれていて、0だったら選ばれてないということになるわけです。つまり、この WIXI っていうのは、が取り得る値。これが取り得る値は、WI か0かどちらかです。XI が1の時には、これが WI になって、XI が0の時にはこれ0になります。いいですか？青見にくいですね。すいません。ちょっと、教室では見にくいですね。すいません。まあ、今更言うなって、今までもそうだったんだなってこと言いましたが。で、それで、つまり、XI が1ってことは、これはその i というアイテムを選ばれているということを先ほど意味していたって言いました。つまり、選ばれたアイテムに対しては、この左辺において WI が足されていきます。で、選ばれてないアイテム、XI が0であるようなアイテム i に対しては、この輪において、0が足される。つまり何も、貢献しないということになります。つまり、この左辺のシグマですね。この相場というのは、選ばれたアイテムの WI、重さの相場になっているということになるわけです。いいですか？で、それが B を超えてはいけないという形の不等式が制約として現れるということになります。いいですか？で、これは左辺が XI に関する線形の式で、右辺が定数になっているので、これは、整数計画問題とか、線形計画問題において許される制約の形になっています。いいですか？
ということで、これを制約として、定めましょうということになります。ここまでいいでしょうか。はい。で、あとは、目的関数を定めます。で、目的は最大化でした。収入の輪の最大化。なので、それはこんな形で書けると。で、この PI っていうのが、I というアイテムの収入でした。で、先ほどと同じことを思うと、この PIXI っていうのは、これは、PI であるか0であるか、どちらかです。で、PI になるのは XI が1の時で、0になるのは XI が0の時。ということですね。ということなので、選ばれたアイテム I に対しては PI がこの場において足されていって、選ばれてないものに対しては0が足される。っていう形になるので、この式によって、選ばれたアイテムの収入の輪が表現できるということになります。いいですか？で、それを最大化したいという形になるということになります。いいでしょうか？で、これで、何を変数として、何を制約とし、何を目的とするのかということが全部決まったので、これで整数計画モデルができましたということになります。で、それをまとめて書きました。こんな感じです。ですね。最大化したいのは、PIXI の和であって、制約は WIXI の和が B 以下である。という一つの不等式制約。で、各 XI は0か1かという値を取るということになります。で、まあ、書き方なんですけども、この部分ですね。一番下の部分。その各 i に対して、その xi が0、1の値を取るっていうことを表すために、今、後ろの部分、こういうふうに書くことがあります。こういうふうに言ってて。で、この記号ですね。これは、いわゆるその for all の記号です。だから、英語として、まあ、この、a がひっくり返っている、記号は for all だと思ってもらってよくって、だから本来はですね、まあ、英語でここら辺もマキシマルとかサブジェクトって書いてるんで、本来ここの、数学記号も for all と綴ってあげる方がいいんですけども、ちょっとここは省略して、この記号で書いちゃっています。だから、あんまりこの記号はですね、乱発しない方がいいんですけども、まあ、ここではちょっとそういう風な形で省略して書いてると思ってください。だから本来は、まあ、for all と英語で書いてあげる方が良いと思いますが、ちょっとここではそうしてないという風に思ってください。はい。だから、本来、だから、ここの部分ですね。この整数制約というのは、各変数に対して存在していると。だから、その N 個の変数に対して、それぞれ、この0対1の値しか取らないっていうような制約がついているというふうに思ってください。で、一方で上のこの不等式、これは1つです。1個の不等式です。1個の不等式です。ので、それは注意してください。よろしいでしょうか。で、これをですね、まあ、実際書いてあげれば、もう皆さんはですね、ナップサック問題が整数計画問題として、もう解ける。解けるって言うと、いけないんですけども、これ書いてですね、その整数計画ソルバーとかにですね、入れてあげるとですね、もう増えちゃいます。数計画ソルバー、最近はですね、賢いので、まあ、ナプサク問題、割と大きな問題、サイズの問題でも、割と簡単に解けます。あ、インターネット接続が不安定って言われちゃいます。ちょっとですね、大丈夫かな。いいですかね。はい。で、今、じゃあ、ナップサック問題の話をしていたんですけども、それで、終わりです。で、次、この最大独立集合問題の話をしていきたいと思います。で、これはですね、グラフの問題でした。グラフの問題だったんですけど、まあ、どういう問題かまず、復習しましょう。こんな感じだったと。向こうグラフが与えられると。で、その中で、互いに隣接しない頂点をできるだけ多く選ぶっていうのが最大独立集合問題です。で、まあ、この独立集合っていうのは、この互いに隣接しない頂点からなる集合のことですね。で、まあ、このグラフの場合には、例えば、まあ、次の図のような、この4つの頂点を選んであげると、この4つの頂点、どこも互いに隣接していませんから、まあ、これは、この選び方は独立集合であるということになるということですね。で、まあ、この隣接しているとかですね、グラフの用語とかは全然まだ、定義も導入もしていないので、まずそこから始めましょうということをします。ちょっと簡単にグラフの用語をご紹介します。まず。向こうグラフはですね、普通はこの頂点集合と辺集合の対、二つ組として書かれます。で、まあ、頂点集合の方をよくその V と書いたり、辺集合の方を E と書いたりします。まあ、記号はどうでもいいんだけども、その、まあ、初めの方が頂点集合で、後ろの方が辺集合であるということがよく行われることです。で、まあ、頂点のことを Vertex、辺のことをエッジというので、よくその、文字としては V と E が使われるということが多いです。はい。で、その対のことを一つの、塊と見て、
グラフ G と書くというような、この G イコール VE と書くような書き方をよくそのグラフに対しては行います。はい。で、下はこれ例で何かというと、この V という頂点集合 1,2,3,4 であると、そういうような状況を表せると思ってください。で、辺というのは何かというと、この頂点を2つ取ってきて作った集合です。例えば、今、1と2がこの辺で結ばれているようなこの図を書いてますけども、その時にはこの辺集合の要素として、この1、2という集合が、要素が2つの集合があるんだというふうに思ってください。いいですか？だからこの1と2を結んでいる、この線が、この1、2という、この集合で表されていると思ってください。で、例えば、他のところも見てみると、例えばこの、2、3、を結ぶこの線は、この2と3からなる集合で表されていると思ってください。で、そうすると、まあ、この図で表されているグラフですね。向こうグラフっていうのは5つ辺がありますから、その5つに対応して、5つのこの集合が、この辺集合 E の中には要素として含まれているというふうに思ってほしいわけです。よろしいでしょうか。で、まあ、この辺はですね、この今言ったみたいにこの2つの頂点の組として、その要素数2の集合として書かれる、定義されるんですけども、まあ、これをですね、省略して UV とただ書くこともありますので、まあ、そういうものを見たら、それはこの省略形なんだなというふうに思ってください。ということになります。で、一つ注意はですね、この、これ集合ですから、UV というふうに並べたものと、VU と並べたもの、これは集合としてはこれ等しいわけです。いいですか？だから、例で言うと、1、2っていう集合と、2、1っていう集合は同じだということですね。で、まあ、これがですね、その、まあ、順番を気にしないってことから、まあ、この向きがついてないっていうことの、まあ、意味合いだというふうに思ってほしいということになります。今後ですね、その向きがつくグラフも出てくる可能性があるんですけども、まあ、その時には、この1、2と2、1を区別するというような形になります。まあ、それはまた出てきた時に紹介します。はい。で、これを使って、先ほどの最大度率集合問題をまず定義します。で、それはですね、まあ、こんな感じです。あ、その前にもう一個用語がありました。例えば今この、2と4という、の間に今変があって、まあ、今この辺の書き方としては、E イコール24とかこういう書き方をしたりします。はい。で、この時に、この E という辺と、この頂点24ですね、の関係のことをどういうふうに言ってたっていうと、E と4という頂点は、この辺を通して、この隣接しているというふうに言ったりします。で、この辺 E というのは、2と4という頂点に接続するって言ったりします。だからですね、何が言いたいかというと、頂点の関係。これは隣接です。それには隣接っていう用語を使います。で、一方で、頂点と辺の関係。ちょっと青見えないかもしれませんが、頂と、待ってください。頂点とはしなかったんですけども、書けない、消したいんですね。頂点と辺の関係。これは接続と言います。だからその違う種類のもの同士の関係は接続と言って、同じもの同士の関係は隣接と言ったりします。で、これがその、このグラフにおいては普通の用語法なので、例えば、二つの頂点が接続するとかって言わないわけですね。頂点と辺が隣接するとは言わないので、それはちょっと注意をしてください。で、これはまあ用語なので仕方がない。仕方がない。そういうもんだと思ってください。はい。で、もう一つある用語として、この端点という用語があって、この UV という、この場合、2と4という頂点は、辺 E の端点であるというふうに言ったりします。ね、この辺の端にある頂点が2と4である。だから、それは2と4が、この辺 E の端点であるというふうな言い方もします。よろしいでしょうか。まあ、こういう用語を今後使っていくということになります。はい。で、それでですね、これを使って、先ほどのその最大独立集合問題がまずどういうふうな問題なのかってことをまず定義しましょう。入力として与えられるのは向こうグラフです。グラフが与えられます。V が頂点集合、辺が、E が辺集合と
という形になります。はい。で、その時に、じゃあ、何を選ぶのかという制約、あるいは評価が何なのかと言われると、これは頂点を選びましょうと。まあ、頂点を選ぶっていうのは、つまり、頂点部分集合を評価とするって感じですね。で、ただし、選ばれた頂点同士は隣接しない。先ほど隣接っていう用語を定義しましたから、これで、意味が通るということになります。この場合は、例えば1と3っていうのを選ぶことは許されるけども、4と2っていうのを選ぶのは許されない。ということになります。でそれによって、境界が分かって、じゃあ、何を、目的とするのかというと、選ばれた頂点の総数の最大化と。これを考えるのが最大的集合問題です。ということになります。じゃあ、まとめるとこんな感じと。向こうグラフが与えられて、頂点を選択したい。ただし、選ばれた頂点同士は隣接してはいけない。で、その時に選ばれた頂点の総数を最大化したいというのが最大独立集合問題です。ということです。ここまでいいですか？いいですか？はい。ではですね、これをですね、整数計画問題として表したいというのが今からやることです。で、先ほどのですね、ナプサック問題と同じように、その変数が何であって、制約が何であって、目的関数が何なのかということをちゃんとその定めてあげるということを、まあ、すればいいわけです。で、ここでも、その、ナプサック問題の時と同じように、その何かを選択する。ナプサック問題の時には、アイテムを選択するってことをやってたんだけども、この最大独立集合の集合問題においては、頂点を選択するっていうふうに聞いたので、それを表すような変数を、まあ、使ってあげれば良さそうかなって思うので、それをやりましょう。だから、変数としては、各頂点スモール v に対して、xv という変数を用意するんだけども、その変数というのは0か1の値を取ります。で、先ほどと同じように、1の時には頂点 v を選択することを表して、0の時には選択することを表すということにしましょう。ということです。これ先ほどと同じこと書いてますけども、その0、1変数で選択を表すっていうテクニックを、まあ、ここでも使っているということになります。まあ、例として、その1と3っていうのを選ぶんだったら、x1 が1、x3 が1、で、x2、x4 が0になる。こんな形ですね。いいでしょうか。で、これでその変数の設定をおしまいです。で、この変数を使って、目的関数と制約を考えていきましょう。ということになります。で、先にどっちをやるのかな。まず、制約をやりましょう。各辺に対して次の制約を課します。で、辺というのはその UV。だから、U と V を結ぶような辺に対しては、この XU プラス XV が1以下であるっていうような制約を課します。で、これによって、これをその各辺 UV に課すことによって、選ばれた頂点の集合が独立集合になる。つまり、選ばれた頂点同士が隣接しないということが言えるようになります。なぜかということを言います。今ですね、この XU、XV っていう、変数があるんですけども、その変数が取り得る値は0か1でした。ということなので、その XU と XV の取り得る値の組み合わせをここに全部書いています。各変数は0か1の値を取ると。で、その4通りがあると思います。で、その4通りに対して、この左辺の XU プラス XV がどういう値になるのかということで、これ書いてます。で、その値は0か1か2になります。で、特に2になるのが、両方の値が、変数の値が1になるとき、のみになります。で、ここで言っている制約というのは何かというと、この最後の場合は起きてはいけません。これが起きてはいけない。こうなってはいけません。ってことを指す制約のわけです。じゃあ実際にこれが起きるのはどういう時かというと、XU、XV がともに1である、あ、そうだ、ちゃんと言ったな。XU プラス XV が2になるときに、この不等式は満たされないことになって、その他の場合は満たされます。そう、いいですね。じゃあ、いつこの XU プラス XV が2になるのかっていうと、それは XU と XV がともに1のときです。これはつまり、XU と XV1 だから、U も V も選ばれてます。ということになるわけです。だから今、ですね、U と V は点で結ばれているんですけども、U と V の両方ともが選ばれてしまってはいけませんよってことを、この不等式は表しているわけです。いいですか？で、それは、取りも直さず、隣接する頂点は選べませんって言ってるのと同じです。で、これをすべての辺に対して、各辺に見ますから、これすべての辺に対してこれ勝つわけです。で、そうすると、どの辺を見ても、その辺の両端点は選ばれてませんから、最終的に選ばれた
頂点を見ても、どの2つも隣接していないことが保証されます。いいですか？隣接する U 分を共に得られない。ちょっとなんか字が汚すぎて、もうなんか読めないかもしれませんけど、すいません。私のこの、タブレットにおける、ちょっと筆記がですね、まだちょっとこなれなくてですね。まあ、別に、タブレットじゃなければ字が綺麗なのかと言われるとそうでもないので、まあ、どうでもいいんですけども、ちょっと、隣接する UV が共に選べない。ということで、選ばれた頂点を見ても、どれも隣接してないということになって、つまりそれは、最大の粒子集合問題における許容解であるための、条件を、これによって、この不等式によって表現できているということになるわけです。よろしいでしょうか。で、一つちょっと注意があって、同じ制約はですね、実は別の表現もできます。何かというと、XU×XV が、イコール0と書くことによっても表現できます。なんでかというと、ちょっとこの、表の右に書きますけども、XUXV をこれ書いてみると、これ0001になります。で、そうすると、起きてはいけない場合っていうのは XU が1の場合で、他の場合これ全部 XU、XV、これ0ですから、同じ制約は XU、XV イコール0というふうに表現することができます。しかし、これは線形計画問題とか整数計画問題においては、これは許されないわけです。なんでかっていうと、この左辺が変数の二次式だから。いいですか。この講義で扱っている整数計画問題は必ず出てくるものが一次式である必要がある。線形の式である必要があるっていうふうに言っていました。ので、このような二次式は許されないわけです。その整数計画モデルにおいては。ですか。だから、この式を使って、XU、XB、0という式を使って、モデル化する、この、制約を書くことができるんだけども、それは、ここで考えている整数計画問題では許されないということになります。それは注意をしてください。はい。よろしいでしょうか。で、まあ、この XU プラス XV が小なりイコール1というのは、線形の式でもあるし、ちゃんとこの、表現したい制約も過不足なく、表現できている。ので、これでよろしいということになります。はい。で、最後。このグラフの場合、には、辺が5個ありますから、この場合には、この5つの制約を実際に書くことになりますよということになります。例えば、24という辺に対しては、X2 プラス X4 が1以下というような制約が出るというような形です。で、この制約をすべて満たすような、X1 から X4 までの値の割り当てというのが、ちょうどその互いに隣接しない頂点の選び方に対応する。ということになるわけです。よろしいでしょうか。で、最終的に、目的は選択された頂点の総数の最大化なので、それは XV の割合です。XV っていうのはこれは0か1なんですけども、1の時にはそれが、対応する頂点が選ばれていることを意味しますので、その相和というのが、変数の相和というのが、ちょうど選択された頂点の総数に対応するということになります。で、それを最大化したい。まあ、下の、これはこのグラフの例ですね。よろしいでしょうか。で、まあ、これによって最大の粒子集合問題が整数計画問題として書ける、01整数計画問題として書ける、書けたということになります。まずでこんな感じです。目的関数は変数の和の最大化。で、各辺に対して、XU プラス、各辺 UV に対して、XU プラス XU が1以下っていう制約があり、各頂点 V に対して、その対応する変数 XV が0か1であるという制約があるという形になります。よろしいでしょうか。で、これによって、まあ、この最大の独立集合問題が、まあ、解けるということになります。で、これはですね、案外、ソルバルも難しかったりします。さっきのナッツパック問題と簡単には解けなかったりするんですけども、まあ、これで一応その、
まあ、その場は使えるようになると、どうも思います。よろしいでしょうか。いいですか。で、こんな形で、まあ、いろんな、組み合わせされて、問題が、すみません、ズームの方聞こえますか？今、ちょっと一瞬な、スイッチを押してマイクオフにしてしまったんですけども、今聞こえてますか？ありがとうございます。すいません。ちょっと今日はいろんな、手違いがあって、ありがとうございます。じゃあ聞こえてる形なので、じゃあ進めていきます。で、今ですね、この最大同一集合問題の整数計画モデルを作ったんですけども、今からですね、あと10分ぐらいあるので、別のモデルをご紹介します。で、今の、モデルは、それで、正しい最大独立集合問題の整数計画モデルがあるんですけども、他にも、モデル化の仕方ありますよってことを紹介します。で、これ先ほどのモデルですね。で、今から、じゃあちょっと小さい例をちょっとで見てみましょう。今ですね、この3頂点からなるグラフに対して、実際にこの、先ほど作った、形、の、整数計画問題を、書き出してみたのが、これ下のものです。これ3つ辺があるので、1、2に対しては、この X1 プラス X2 が1以下。1、3という辺に対しては、X1 プラス X3 が1以下。2、3という辺に対しては、X2 プラス X3 が1以下。こういう形になっています。で、各変数は0から1。0か1という形になっていると。はい。あ、そう。さっきちょっと言い忘れたんですけども、それたくさんと言っとかなきゃいけない。このシグマの書き方ですね。これは、ラージ V という集合の要素、スモール V を全て持ってきて、それに対して XV を足し合わせましたっていう、こういうような書き方です。で、皆さんは、このシグマの使い方として、例えばですね、i が1から n まで、XI とか、こういうような書き方っていうのは、よくすると思うんですけども、この書き方だけしかできないとなると、それはですね、非常にいろんな問題を書くときの障害になります。つまり何かというと、この、添え字が、自然数とかであって、しかもなんか順番に並んでる場合しか、こういう表現これ使えないんですよね。で、それはですね、割と困るんです。で、こういうその、集合を使って、こう、シグマとか、いろんなものを表現するっていうことにも慣れてほしいわけです。で、そうすると、いろんなものを表現するときの幅が広がります。なので、ぜひそのようにしてください。で、実際にですね、いろんなその、最適化問題を記述するモデリング言語っていうのがあるんですけども、その時にそういうものにおいては、このような集合記号を使って表すことができるので、大体それで問題ないことになります。一方ですね、何もかも C 言語で書きたいとかですね、そういうような欲求があると、この下のような表現にいちいち直す必要があったり、あったりして、それはそれで大変です。が、まあ、そういう方が好みであるという場合には、常に連続する自然数を使って数字を表すという形でも、まあいいんですけども、数学的にはそうやって大変だったりするので、こういう集合記号にもまあ慣れてほしいかなっていう気がするというふうに思います。はい。それはちょっと先ほど言い忘れたので、ここで言っておきますが、で、今やりたいのは、この小さな例において、この、整数計画問題が作れるということです。で、これは変数が3つなので、図が書けます。で、書いてみます。こんな感じになると。今ですね、この3つ、不等式があるんですけども、その3つの不等式がちょうどこのですね、ピンクと青と黄色の、この、ところにこれ対応してます。これですね、なんだろうな、これ、6面体なんですけども、この4つの点、これがこの、トツタ面体の整数点です。ちょっと、座標を書いてみると、ここは000、ここは100、ここは010、ここが001。こんな感じですね。そういうふうになっていて、だから、まあ、このグラフにおいては、独立集合を作ろうと思っても、最大1つしか選びません。っていう感じになっている。で、まあ、最適値は1ですと。グラフになると。まあ、この3つの頂点、どこも最適解になっていると。という形になります。で、それは、ここにある、その、6面体。これ、後ろも、これ、辺があるんですけども、6面体の、整数というのの中から一番いいのを選んでいる。という形になっています。いいですかね。じゃあ、この問題の線形計画は考えましょう。考えます。こんな感じになる。で、そうするとですね、線形計画緩和は、では、ここの
頂点ですね。が、これ、新しくて、ここの頂点も、出てきます。出てきるって何を言ってるんだろうな。だから、この多面体において、この多面体において、X1 プラス X2 プラス X3 っていうのを最大化しようとすると、最適解はここの頂点になります。この頂点になります。わかりますかね？この、この画面のですね、画面からこう自分の方にこう向かって、なんかその、目的関数の方向がやってきていると思ってください。で、その中で一番大きい値を取るのはこの頂点になります。で、この座標はこれ2分の1、2分の1、2分の1です。で、そこの X1 プラス X2 プラス X3 の値は2分の3になります。だから何かっていうと、この、整数計画モデル問題において、整数計画緩和を作ると、今日の初めに言っていたいいことってのは起きないことになっていると。だから、この、頂点の座標っていうのは整数じゃないので、で、ないですし、最適値もこれ異なりますから、あんまりいいこと起きてないと。いうことがわかります。いいですかね。だから、そのような、性質を、この、もともと考えていた、整数計画問題とは持っていると。いうことになるわけです。一方でですね、このグラフを見ると、我々は、すぐに次のことに気づきます。何かというと、1、2、3というのは、互いに辺で結ばれてますから、1、2、3の中から、どう頑張っても、頂点は一つしか選びません。いいですか。実は何かというと、この今もともとあった整数計画問題があるんですけども、それに対して X1 プラス X2 プラス X3 が1以下であるという制約を付け加えても、この、最大独立集合問題として解きたい問題のモデル化になっているということがわかります。で、そうすると、この問題、これも図で書けるのに書いてみました。で、書いてみるとこんな感じになります。で、こうすると、この、ちょっと次進みますけども、その、線形計画緩和は、このような、四面体になります。この新しい、制約が付け加わったことによって、この三角形というかね、この新しい長平面が付け加わって、線形計画緩和が、四面体の、許容量が四面体になります。で、何がいいかっていうと、先ほどの、この、先ほどこの X だったときには、なかったときには、この2分の1、2分の1、2分の1って最適解がこれ出てきていたんだけども、それがですね、今これを、それを付け加えたところの線形計画緩和ではなくなっています。なくなっていて、実は、この、四面体を許容量として持つ線形計画緩和、線形計画問題を解くと、その最適解は1になります。で、これ元々これ一致してるわけです。つまりですね、このように作った線形計画緩和というか、このように作った整数計画モデルにおいては、初めに言っていた幸運がですね、起きていることになって、これはつまり、このようなモデル化をした方が、嬉しいことが起きやすくなっている、起きていることになる、ということになります。で、こんな感じでですね、各辺の両端点のどちらか一方しか選べませんよっていう制約だけ始め、考えていたんだけども、それに加えて、こういうなんかそのグラフの構造を見ることで、余分なですね、この不等式を付け加えることによって、いいことが起きやすくなるようにできるかもしれないっていう発想が出てくるわけです。で、こういうのをもう少しちゃんと考えたいっていうのを、あと7分ぐらいでやりますね。で、そういうのはですね、グラフにおいてクリークと呼ばれています。で、クリークとは、これ頂点部分集合ですけども、S なんですけども、それはクリークであるのは何なのかというと、その S の任意の2頂点が隣接していることです。例えば、この左のようなグラフにおいて、この青い部分ですね。これ5頂点ありますけども、これはクリークです。なんでかっていうと、この5個の頂点においては、どの2頂点も隣接しているからです。この3頂点、これもクリークです。これもクリークです。その、どの2頂点も隣接しているから。今、この左上にこの2頂点からなる頂点部分集合ありますけども、これもクリークです。何かっていうと、その中の2頂点が隣接しているからです。いいですか？だから、特に、辺というのはクリークです。グラフの辺はクリークです。はい。で、重要なのは、それが今この中ですね。この中ですね。で、何が重要かっていうと、最大独立集合問題を考えたときには、このクリークがあったら、このクリークの頂点は、多くても一つしか選びません。
これは先ほどやってたことと同じで、先ほどその1、2、3という頂点があって、それは互いに結ばれていた。それクリークなんですね。でクリークがあったら、最大の不一致合問題では、その中の頂点を高々一つしか選べないという制約を付け加えられます。で付け加えても、整数計画問題だとしては変わりません。変わらないけども、線形計画緩和の性質が変わる可能性があります。いいですか？で、実は、考えたい、クリークをちょっと制限できて、極大クリークと呼ばれるものだけを考えてよいことになります。何かというと、極大クリークというのは、それ自身はクリークなんだけども、他のクリークに含まれないようなものです。実は、そのクリークっていうのは、頂点部分集合なんですけども、クリークの部分集合もクリークです。わかりますかね？今、ここにその5頂点のクリークがあるんですけども、その中の3頂点を取ってきても、それもクリークなわけです。なんでかというと、その3頂点を見ても、どの2頂点も隣接しているという性質が保たれる。で、その、他のクリークに含まれないクリークのことを副大クリークと言います。それがここの定義です。で、実は、この最大独立集合問題においては、極大クリークのみを考えれば十分だってことが、まあ、言えまして、それが次のページにある、こういうその別のモデルになります。まあ、何を言ってるかというと、この花文字 C、カリグラフィー C というのを、この C、G というグラフの極大クリークを全部集めて集合だとします。で、まあ、このグラフの場合、このグラフの場合には、極大クリークが2つあって、1、2、4という極大クリークと、2、3、4という極大クリーク、これ2つあります。で、さっき言った通り、その極大クリークにおいては、その中から頂点は1個しか選べないわけです。ということなので、その各、その、極大クリーク S に対して、S に入っている頂点 V に対して、その変数 XV の和が1以下でなくてはならない、という制約を書きます。この場合は、この例の場合は、1、2、4から1つだけ。だから、X1 プラス X2 プラス X4 が1以下。という制約を書きます。で、2、3、4というのもこれ極大クリークなので、X2 プラス X3 プラス X4 が1以下。という制約をつけます。いいですか？そうか、だから、この場合、だから C をまず書く場合ですね。C というのは、1、2、4という集合と、2、3、4という集合ですね。こうなっていると。で、まあ、各変、変数が0か1であるという制約もある。で、目的関数変わらない。で、このようにしても、先ほどと同じように最大の物集合問題がモデル化できています。ちょっとこれは後で、後でか、今日はできないので、次回証明しようと思いますけども、こういう形でできます。で、そういうことをすると、別のモデルが得られるという形になります。ここまでいいでしょうか？で、実際これがですね、ちゃんとモデルになっているということは、次回やると思うんですけども、で、このように、まず重要なのは、一つの問題に対しては、いくつも、モデル化、整数計画問題として書く方法があるってことが一つ、まず重要なポイントです。で、もう一個あるのは、そのモデルによって、その特徴は違うってことがあり得るということです。で、この場合、先ほどの例においては、その整数計画問題から作った線形計画緩和の性質が違ったりするってことがあり得るわけです。例えばですね、もう一つあるのは、先ほどの初めのモデル化では、この、グラフからできた制約の数っていうのは、辺の数だけあったわけです。だから5個あったわけです。で、一方で、この例においては、極大クリークの数が2個しかないので、制約の数も減ってます。っていうことが起きたりします。で、いろんなことが起きるんですけども、ちょっとそういう細かいことっていうか、その細かい解析は次回やろうと思います。ので、今まず重要なことは、一つの問題に対しては複数のモデル化があり得るということです。で、今からというか、次回やりたいことは、ここで紹介した二つのモデルの、比較というのを、線形計画緩和の話するところの一番最後の比較の数、あるいは、線形計画緩和の、性質を使って議論していきたいということを次回に、やりたいと思います。はい。では、今日の講義はここで終わりにして、また、残っている部分がまたありますので、それはまた来週行うという形で、進めていきます。はい。では、今日の講義は。